はい、カドリです。今日は、漫画喫茶花子さんに来ました。で、今日食べるデカ盛りは、まあ以前も食べたんですけど、花子丼のてんこ盛りです。で、こちら、3キロあります。で、もう一つのデカ盛りも食べます。爆盛り肉丼、こちらも3キロあります。で、合計で、6キロ食べます。で、これ以前もう、1個ずつの動画でやってたんですけど、今回ちょっと2つに挑戦してみようかなと思い、チャレンジしました。で、花子丼は3キロで良かったんですけど、爆盛り肉丼の方が前は 2.5 キロぐらいで表示してたんですけど、お店の人に聞いたら3キロって言われたので、3キロですね。で、あと一つの器にご飯が 1.5 キロで、唐揚げが、1.5 キロで3キロで、爆盛り肉丼の方も、ご飯 1.5 キロで、味噌カツ、生姜焼きで、あと1枚唐揚げで、あとキャベツを合わせて 1.5 キロですね。で花子丼の方なんですけど、赤いタレと白いタレと、あと透明の唐揚げがあるんですけど、で、赤い方がチリソースって言ってちょっと辛いソースとなってます。で、まあ、白い方は、まあ、多分皆さんご存知マヨネーズです。で、白い方がレモンダレとなってます。で、この赤いタレが結構辛いんですよね。この赤いチリソースの方食べると結構水を結構飲んじゃうんで、これ結構ちょっと不利になっちゃいますね。で、あとこの唐揚げなんですけど、最初の出来たてはすごい柔らかい唐揚げなんですけど、もう後々になってくるとちょっと冷めるとやっぱりどうしても硬くなっちゃうんで、ちょっと水分とか使っちゃいましたね、最後らへんは。で、あとお米もすごい美味しいんですよね。多分これ炊きたてかのご飯だと思うんですけど、すごい美味しかったです。ふっくらしてて。で、あとここの漫画喫茶花子なんですけど、ちょっと右上にも見える通り、ここ毎朝朝食バイキングをやってるんですよね。しかも食べ放題で、いや、バイキングだから食べ放題ですね。で、朝の6時から11時までバイキングやってます。で、ここの一般のメニューでも結構大盛りなんで、結構大食いの方はこの漫画喫茶来るといいかもしれないです。で、このデカ盛り1杯1800円です。いや、このチリソース結構やっぱ辛いんですよね。ちょっと涼しかったんですけど、やっぱり汗出てきました。
とお店の人もあんまりこれ頼む人いないらしいんですけど、あ、一人でなんですけど、でこの一杯を完食した人も数名しかいないそうで、これ一気に2つチャレンジしたのは今回僕で初だそうです。まあでもこのチリソース辛いですけど結構食欲は増しますよね。あとマヨネーズも、まあ唐揚げにマヨネーズっていうのは定番なんで、これもご飯にすごく合います。あとレモンダレも、これもすごい意外に合いました。まあ全部合うんですけどね。この肉肉しいのが結構すごいですね。やっぱりまああと話はちょっと変わっちゃうんですけど、まあ自分急上昇、 YouTube での動画急上昇で短期間の間に2回も入りました。もうこれは本当に嬉しいですね。もうこれは皆さんがいつも見ていただいてるので、もう本当にありがとうございます。まあちょっと至らない部分もまだまだありますが、今後もよろしくお願いします。というわけで、もうすぐで花子丼てんこ盛り完食ですね。まあこの辺はまだまだお腹的には大丈夫な感じでした。問題は爆盛り肉丼の方からですね。はい、というわけで花子丼てんこ盛り完食です。もうここからは結構ガチなチャレンジとなるんで、いやでもこの味噌カツ美味しかったですね。あと一枚唐揚げと生姜焼きもすんごい美味しかったです。特に自分この中で一番美味しかったのは生姜焼きでした。で2番目に味噌カツが美味しかったです。で3番目に最初の一口目食べた唐揚げです。いや生姜焼きも美味しいですね。これキャベツが意外に詰まっててびっくりしました。
Thank you.
やもうここからは結構苦しい感じになってきてます。もうお水もすでに3リットル近く飲んでますからね。いや自分やっぱり水分の摂取量をちょっと考えないと今後の、そうですね、あの容量って言いますか、デカ盛りチャレンジする際ちょっと完食するのが難しくなってきますね。やっぱりお肉なんで、でしかも揚げ物なんで結構やっぱりしんどいんですよね。やっぱりラーメンの6キロよりもこっちの6キロの方がはるかにきつく感じたので、やっぱり揚げ物はやっぱり胃に来るんですね。やっぱりやっぱり自分デカ盛りの攻略法とかまだわからないんで、やっぱり最後の最後で苦しくなっちゃう感じですね。もう自分何も考えずに食べますからね。からはもうラストの追い上げですね。もう器を持ったから。というわけで、花子丼のてんこ盛りと、爆盛り肉丼完食しました。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。でタイムなんですが、動画での、見たら1時間15分でした。